こんにちは、S&D のみおです。今日は家でできるバレーボールの上達につながるボールコントロール練習を行っていきます。今日はボールを2つ使用します。バレーボールが上達するためには、ボールの重心を捉える。例えば、まっすぐ投げるには手の使い方をどうすればいいのかとか、ボールはどの速さで落ちてくるのかとか、というのを覚える必要があります。そのためにオーバーパスやアンダーパスなどの練習だけではなく、ボールそのものの重心を感じられる練習を行っていきましょう。練習方法やプレーのコツなどたくさん配信しておりますので、再生リストから気になる動画をぜひご覧ください。一つ目の練習は、ボールを投げて逆の手でキャッチをします。この時に手までボールを見てキャッチをするのではなく、なるべく正面を向いたまま周辺視野でボールを見てキャッチを行っていきましょう。なかなかキャッチができない人はまず見てからでも OK です。で、手は手のひらを上にして胸の前ぐらいでキャッチを行っていきましょう。10回2セット行っていきます。ではやっていきます。1、2、3、4、5、6、1、8、9、10。2つ目の練習は、ボールを逆回転に回す練習です。この逆回転のトスはミード練習やジャンプサーブなどで主に使われるのですが、ボールをまず逆回転に上げてコントロールできるようになれば、無回転で上げるフローターサーブやアンダーサーブ、サイドサーブのトスも安定して上げやすくなります。なので、まずは逆回転で指の使い方、少し手前に引っ掛けるような、この指の使い方を覚えていきましょう。これは左右10回2セットずつ行っていきます。ではやっていきます。1、2、3、4、5、2、3、4、5。何本か今手前に来てしまいましたが、なるべく手を伸ばして上げたところでキャッチができるようにするとよりいいと思います。反対も行っていきます。1、2、3、4、5。次はボールを上に逆回転に打ち付けていきます。この時に手のひらではなく指を使って弾いていきましょう。指に力を入れないと突き指してしまうので、力をしっかりと入れた状態で弾いていきます。上げる高さはボール1個分ぐらい上に上げていきましょう。これも右左10回2セットずつ行っていきましょう。ではやっていきます。反対も行っていきます。それに加えて右左交互に行っていきます。10回2セット行っていきましょう。4つ目の練習は、ボールをこのようにバウンドさせていきます。この時はサーブで当てる位置、手の真ん中より少し下にあるくぼみのところをボールに当てて真上に上げていきましょう。上げる高さはボール2個分ぐらいで大丈夫です。音は今のようにズンズンズンとなるように、くぼみに
当てるにはどの手の角度が当たりやすいかなどを確認しながら行っていきましょう。連続で10回2セット。これも右左両方行っていきましょう。ではやっていきます。反対もやっていきます。これも交互やっていきます。10回2セット行っていきましょう。慣れてきたら少し高くしても練習になると思います。5つ目の練習は、2つボールを持ってお手玉をやっていきます。これは右回し、左回し、両方行っていきましょう。右回し10回ずつ、左回し10回ずつ、それぞれ行っていきましょう。ではやっていきます。6つ目の練習は、ボールを片方両手で持ってボールを上に上げる練習です。これもボールの芯を捉えないと上に上がらないので、10回連続続けられるように頑張ってみましょう。ではやっていきます。高さはボール1個分ぐらいでいいので、慣れてきたら高くバウンドさせて練習を行っていきましょう。この練習を余裕でできるようになれば、ボールを3つに増やしたり難易度を上げて行っていきましょう。練習の中にボールを回転して指で回すというのも入れたいのですが、私があんまりできないので5秒できるまで練習を行ってみたいと思います。難しいな、これ芯。5秒って結構長いわ。私何カウントしてる？マジでに。カウントして、カウントして。マジ。得意な人がいたらコツを教えてください。ありがとうございました。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから。また次回の動画でお会いしましょう。